小道彩です。今日からよろしくお願いします。じゃあ小道さん、あそこの空いている席に。はい。かわいい子だね。お友達になれるかな。よろしく。よろしく。
人で来れるでしょ。今月は学校祭があります。これから準備などで忙しくなると思いますが、あまりそちらにばかり気を取られず、勉強の方もしっかりと。楽しみだね、学校祭。はい、シノは脚本と衣装のリーダーで、彼はまた舞台に立つの？イエース。しかも今年は主演です。期待してくれちゃってオッケーですよ。なんかそれ去年も聞いた気がするな。アヤは？裏方に決まってるでしょ。アヤの晴れ舞台見たかったな。顔が近い。なんで？まあシノが張り切るのは容易に想像がつくな。そうなの？小学校の頃からそういうの好きだったもんな。そうなんだ。昔は今よりもぼーっとしてたのに、いざという時は別人みたいになってさ。昔からそうなんだね。そういう陽子ちゃんは小学校の頃からずっと陽子ちゃんのままですね。おい、成長してないみたいに言うな。めっちゃ良いじゃん。よ顔出しいてくるね。こっちの色じゃない。しのぶちゃん、補充の布をここに置くね。ありがとうございます。やってるな。ようこちゃん、アリス。中世ヨーロッパの衣装なんて大変そうだな。しの、無理しないで手伝えることは言ってね。違うクラスだけど。ありがとうございます。でも大丈夫です。やりがいがあるし、とっても楽しいです。あ、彼、あれを。シャ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 。にゅ。本日3番目入ります。うふ。これこれ。いやー！こんなの大和なでしこじゃないよ！そういえばシノ、小学校の時も演劇となるとやたら張り切ってたよな。はい、昔から好きでした。お姫様ですって言って全身花だらけの衣装を着てさ。すごい。最近少し思うことがある。ようこちゃんさ、そんな昔の話しない。シノと私は中学生からの友達だけど、ようこみたいに昔からの幼馴染じゃないし、アリスやカレンみたいに金髪でもないし、もしかしてシノにとって私は、私が思ってるほど大事な友達じゃない？ううん、そんなことは、そんなことはないわよね。私とあなたは親友よ。また何か悩んでるな。先生のところに衣装サンプルを持ってくんじゃないかな。この調子だと土日も作業ですね。家でするなら私も手伝うよ。私も行くです。ほのかも来るです。ごめんね、土日はテニス部の出し物を練習するの。何をやるんです？玉乗りしてジャグリング。What？ サーカスですか？だけど、お邪魔します。お
なんかいつものシノと有能なシノが混ざって混乱するな。そうね。お姫様の服できました。どうした、アヤ、お姫様役やっぱりやりたかったの？そんなんじゃ。シノすごい、来て見せて。え、私も見てみたいです。そこまで期待されてしまっては期待に応えないわけにはいきません。お姫様姿の私を見ても驚かないでくださいね。じゃーん、どうでしょう。かわいすぎてビッグバンが起こりそう。シノに甘すぎだろ。割といつものシノです。ところでシノ、王子役の衣装まだですか？そういえば C 組の輪の展示は順調なの？アリスが張り切ってるって聞いたわ。うん、日本の心、輪の心、アヤたちも見に来てね。ええ、まあ輪なら何でもありのゆるい展示だからな。私は当日ご飯と味噌汁と焼き魚を並べて。まさか。わ、ショック。どうしたの？そわそわして。ああ、喉が渇きましたが、緑茶しかないのでちょっとひとっ走り買ってきますね。あ、いいよ、緑茶入れるね。ダメです、今は紅茶の気分なのでさ。他にも買いたいものがあるのでお姉ちゃんと行ってきます。だったら私が一緒に。いえ、結構です。そうみんなそのまま待っててくださいね。では。あ、シノ、行っちゃった。怪しいです。何か企んでるに違いありません。尾行しましょう。まあまあ、企んでるとしたら何かのサプライズじゃないかな。気づかないふりして騙されてあげようよ。ようこ、よくわかるね。そりゃ付き合い長いしね。というか、わかりやすぎだしな、あや。なにその顔。別に。どんなサプライズでしょう。アリスとカレンに何かプレゼントとか。シノとイサネーの昔の制服がよく似合うな。みんなが着てた中学時代の制服かわいいです。イサミの制服もベリーキュートね。アリス、ソワソワダンスパート2行くです。いいよ。私に続くです。ちょっと元気ない？そんなこと。ちょっと中学の頃を思い出してセンチメンタルになってただけよ。なるほど、センチメンタル。おい、英語だぞ。あ、中学生といえばずっと気になってたことがあるです。ん？シノはどうやって高校に入学したですか？受験だよ。ちゃんとテストを受けて入学したよ。でも金髪パワーのないシノが一体どうやって。アリスもいなかったのにですよ。まあ言いたいことはわかるけど、私もシノがどうやって高校受験したのか知りたいな。わかったわかった、今話してやるって。本当ですか？やった。お本、昔々あるところに。ヨコ？ん？どうしちゃったの？え？おばあちゃん出てくるですか？そうだよ。え？どう
赤点じゃない。まあまあ、あと1問で赤点クリアだったんだし。ヨーコ、あなたも人のことを言える点数じゃないでしょ。はい。私たちもうすぐ高校受験なのよ。こんな成績でどうするつもり。まあ私は入れる高校があればどこでも。勉強するって発想はないの？そういうわけじゃ。シロはどんな高校行きたい？私はできればイギリスに留学して。夢の話じゃなく。いえ私は本当に。だったらイサギの高校は？一緒の高校なら朝だって安心だろ。シノのお姉さんの高校どこなの？確か。無理に決まってるでしょ、そんなレベルの高いところ。アヤはどこ？もう決まってる？私は一応。お、水蓮女学院？うるわしい響きです。初めて聞きました。で、シノ知らないの？さすがに私も聞いたことあるよ。有名なお嬢様学校。かわいい制服ですね。親も先生もそこがいいんじゃないかって。成績的にも少し頑張れば。マジで？さすがアヤ。アヤちゃんのイメージにぴったりです。でも少し遠いから多分寮に入ることになりそうで。そしたら、シノやヨーコと。あー、羨ましいです。女子校の寮生活かっこいい。挨拶はどんなでしょう？やはりごきげんようとかでしょうか？ご飯とか洋食なのかな？金髪の留学生はいるのでしょうか？あや、どうかしましたか？私、ひょっとして。他にも行きたい高校があるのか？なるほど、さすがはヨーコちゃん。アヤちゃんのことは何でもお見通しですね。わあ、そうよ。へえ、割と近くだな。あの制服よ。パフェも食べたいな。そういえば見たことある。シノ、どうした？いいですね、制服。私もあんな制服着たいです。こっちよ。萌木高等学校、聞いたことある。ええ、公立校でこの辺じゃ割と人気あるのよ。家から通えるし、なんだか雰囲気が素敵だなって。近いのはいいな、特に朝が弱いシノなんて。ん？先生さようなら。はい、さようなら。ね、どっか寄って行こうよ。行こう行こう。ん？かわいいね。見学かな。入っていいんじゃない？ダメよ、あなたたち。すみません。決して怪しいものでは。中学生見学かしら。はい。ここの先生ですか？そうですよ。見学なら私が案内しましょうか？はい。お願いします。ここはお昼休みになるとお弁当を持った生徒たちでいっぱいになるの。へえ。あら、お天気雨？これじゃあ止むまで帰れないな。先生。ん？私、ここの生徒になれますか？シノ？もちろんなれますよ、受験して合格すれば。本当ですか？ちょっと待ってください。その前に成績的なこともあって。成績は勉強すれば上がりますよ。
でも私たちもう3年ですし。現実問題として大丈夫、まだ夏休み前よ。このくらいから巻き返して入った生徒もいっぱいいます。何を隠そう、この私がそうでした。え、私もここの卒業生なんです。そうなんですね。この学校がすごく好きで、いつかここの先生になりたいなと思っていたら、いつの間にかなっちゃいました。なるほど、夢は大事なんですね。その通り。シノ、同じくらい現実も大事だぞ。それじゃあ、この学校に合格できるおまじないをしてあげる。ファイトー、トーテムポール、ジャカジャン、みんなで合格。ジャカジャカジャン、頑張れ頑張れ。ジャカジャカジャンジャンジャン、ファイトー、トーテムポール。ありがとうございました。またいつでも見学に来てね。あやちゃん、ヨコちゃん、決めました。私この高校に入ります。いや、だから現実を見ろって。テストの点数を思い出せ。今から頑張って勉強して成績を上げて受験に合格します。シノ、じゃあ私もここに決めた。来てみていいなって思った。まあシノの学力で難しいってことは私も難しいってことだけどね。ですが私たちだけではどうしようもありません。お願いします、アヤちゃん、私たちに勉強を教えてください。私も頼む、できる範囲でいいから。相当厳しいわよ、覚悟はいい？はい、私も気合い入れていくわ。頑張りましょう、陽子ちゃん。ああ、絶対合格しような。あ、見て、虹だ。きっと、天からの祝福ですね。なんかいける気がしてきた。この虹の下にも受かる人と受からない人がいるのね。今は受かるだけでいいだろう。数学はとにかく問題を解く楽しみを覚えること。簡単なものからでも。ダメです、もうすでに頭が。もっと簡単なのから始めましょう。よし、解けた。どう、合ってる？なんで式の途中でいきなり答えに。なんとなく分かったんだ、直感で。間違ってる。いい、途中式を書くことも答えのうちなのよ。おかしいな。これ小学校の時？はい、林間学校に行った時の写真です。懐かしいですね。ああ、カレーが美味しかったんだよね。二人は小学校の頃から仲良しなのよね。はい、昔から仲良しです。腐れ縁ってやつ。そういえば今日いさねえわ。最近モデルの仕事が忙しくなってきたらしくて。いけいけ。いやー、あー、ここら辺かしら。引き分け。4勝4敗1引き分け。あやちゃん、おーす。そういえば陽子の家に来たの初めてだわ。あ、そうだ、あや。ごめんなさい。いいって。それよりさ、あや、第一志望校を決めた？ええ、一応第一志望は前と同じ。あのお嬢様っぽい素敵な学校ですか？うん、水蓮女学院。やっぱり親や先生とも相談して。そっか、またみんなで一緒の学校に通えるかと思ったのですが。おいおい、強気だな。私たちが受かるかどうかもわからないのに。いえ、きっと受かります。だってこうしてあやちゃんが教えてくれてるんですから。ですよね。もちろんよ。あやも自分の方の勉強をちゃんと進んでる？当然よ。私は二人と違って日頃からちゃんと計画を立てているから。あいた。
私たちのためにありがとうございます。私のことより自分たちのこと考えて。さあ休憩おしまい。短くない？陽子はかなりいい感じだわ。やった。でもシノはもうまだ2学期だって始まったばかりよ。諦めるには早いわ。そうだ、これからこれから。はい。ハローハロワーハロリスト。え、もう終わったの？はい、次お願いします。すげえ、これ一晩で解いたのか？いえ、私は人一倍頑張らないといけませんから。あやちゃんも自分の勉強で大変だとは思いますが。大丈夫、二人に教えているうちに私の成績も良くなったから。シノ、今まで以上に厳しくいくから覚悟して。スパルタすぎて受験が終わる頃にはシノの髪が真っ白になってるかもしれないけど。どういうこと？燃え尽きて？せめて金髪に。あやちゃん、シノ、ヨウコ、水蓮女学院どうでした？ありがとう、合格よ。おめでとうございます、あやちゃん。よかった、浮かない顔してたから落ちたのかと思ったよ。やったな、あや。ヨウコ、あやちゃん、春からは遠くの高校ですね。同じ学校に通えるのも、あと…おい、シノ。すみません、これは嬉し泣きです。決して離れ離れになるのが寂しいからとかではなくて。シノ、ほら、アヤが困ってるだろ。本当に嬉しいです。困らせるつもりは全然なくて。今日はおめでとうだけでいいんだよ。そうですね、おめでとうございます。ええ、ありがとう、二人とも。ちーもう、大切な本番前に風邪ひくわよ。中学の子がいるね。この中にいつかお友達になったりする子がいるのかな。その前に受からなきゃだけどね。そうだね。なんとか間に合いましたね。あら、あの子たちは。頑張れ。
じゃあどうしてここに。わ、私も受けるからよ。え、もう睡蓮受かってるのに。出願してたから。だったら言っといてくれたら。心強いです。あやちゃんの顔を見たらなんだか緊張がほぐれました。うん。それでは始めてください。思ったより難しいわ。二人とも大丈夫かしら。そうね、あれだけ頑張ったんだもの。やれるだけのことをやったんならきっと大丈夫よ。すごく難しかった気がする。ヨコちゃん、私立の二次募集っていつでしたっけ。さあ、だけど調べといた方が良さそうかな。ほら、試験も終わったんだし、何か美味しいものでも食べに行きましょう。美味しいもの、はい。そうだな。二人ともほら、自分の目で確認しなさい。あった！ありました！あった！あったよ、あや！私の番号も！やった！久世橋先生、この光景を見るのはまだ慣れませんか？はい。受かった子もいれば落ちた子もいますから、正直どういう顔でいればいいか分かりませんですね。それでもそんな笑顔も涙も全部あの子たちの青春の1ページなんですよね。休みになれば。あの二人に言いたいことが。何も言うな。え、言葉にしなくても十分伝わってるって。私たちはずっと一緒です。そうじゃなくあの、もうこれ以上泣かせないでくれ。ちょっとお手紙直接で送れますね。今日とことん盛り上がるだ。制服似合ってるわよ、しのぶ。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。おはよう、しの。おはようございます、ヨーコちゃん。制服が変わっただけでなんだか別人みたいだな。ヨーコちゃん、急にお姉さんっぽくなった気がします。ついに高校生ですね。なんだかワクワクするな。ヨコちゃん、じゃあ行こうか。せーの、しの、ヨコ。お
女学院は？私も来ちゃった。来ちゃったって。黙っててごめんなさい。だって言い出せなかったんだもん。せっかく受かった第一志望なのに。親や先生とも話し合ったって。うん、ちゃんと話し合って伝えたわ。私の第一志望はこの学校だって。それに二人のこと心配で放っておけないしね。あや、あやちゃん。あやちゃん、ようこちゃん、これからまた3年間よろしくお願いします。よろしくしろ、あや。じゃあ行きましょう、ようこちゃん、あやちゃん。うん、せーの。というわけで、めでたしめでたし。アヤがいなかったら、私とシノは違う制服着てただろうな。お、みんなで合格できてよかったね。おお、さすがアヤヤです。あの時は本当にありがとう。アヤ、そんな今さら。尊敬します。ありがとうアヤ、私からもお礼を言うよ。私は何も。あれはシノが頑張ったから。あり、私は。ただいま帰りました。おかえりシノ。先生じゃなくて、何買ってきたですか？実はですね、今日は日頃の感謝を込めてみんなにプレゼントを用意しました。みんなに？うわー、嘘、信じられない。さあ、手を出して目をつむってください。私たちもやるのか。なんか恥ずかしい。乗せました。開けていいですよ。あれ、みんなが喜ぶものって思い浮かばなくて。でもお金で買えない価値ってあると思うんです。今私があげたのは友情という絆です。これからもいい友達でいてほしいという気持ち、ハートを乗せました。こんなことって。彼、泣くほど喜んでくれるなんて。ありがとう、シノ。こちらこそ、いつもありがとうございます。やれやれ。じゃあ私からもお土産。ロールケーキ。わー、こないだ友達と食べたんだけど美味しくてね。紅茶も買ってきたわ。いやー、スーパーサプライズで。ありがとう、イサミ。何かデジャブが。おかげで。そうじゃなくてこうよ、台本通りに。
おお。へえ。あやちゃん、役に入ったらすごくいい芝居するよ。本当？残念ね。優子に見せてやりたかったわ。大変。お姫様役の子が風邪で出られなくなったって。代役を立てなくては。あやちゃん、みんなに見せるチャンスだよ。ごめんなさい、やっぱり無理。小学生の頃、緊張のあまり失神したことがあって。大丈夫です。これをかぶってください。これは緊張を和らげ、勇気が湧いてくる効果があります。これは効きますよ。それって死の限定の効果よ。すみません、無理強いは良くないですよね。では代わりに私が。しのぶちゃんは舞台袖で指示出さなきゃ。そうでした、他に出られる人は。しの、この日のために本当に頑張ってたのに。私だって成功させたい。わかったわ、代役引き受ける。え、いいんですか。あやちゃん任せて、やってやるわ。どちら様ですか。でもやっぱり怖い。せめてお面があれば。あやー、頑張れ。応援してるぞ。アリス、ヨーコ、見に来てなんて頼んでないんだから。いいから芝居しろ、芝居。でもちょっと緊張解けたかも。小鳥さんが泣いてる。今日はとってもいい天気。あや、すごい貫禄の演技。うまいのか。誰、その木陰にいるのは。私はこの国の姫アイリーン。あなたの名は。まさかあんなに練習したのに忘れたの。忘れました。でも何とかしなくては。シノの劇が台無しです。ノープロブレム。これは金魚の魔女です。アドリブ言わなくていいから。そうです、アドリブでつなげば。お前がアイリーンですか。私は亡国のスパイ。そんなセリフ。ジャパニーズ忍者クノイチゼ。ヘギ早着替えです。この劇中世ヨーロッパなんですけど。カレンちゃんのアドリブ。あれはアニメ忍忍クノイチオイチのコスプレ衣装。この展開は想定外でした。次の展開どうしよう。しのぶちゃん、みんなのためにも成功させたい。即興で何とかします。みんな私に力を分けてください。しのぶちゃん本気モード。金髪が眩しいよ。友情出演お願いできますか。また演劇部の私も協力しますよ。にんにん、こんなのどう進めたら。こんにちは、トーテムポールの妖精です。カラスマ先生、心配しないで、アイリーン姫。あなたの身をお守りするため。いろんな人たちが変装して潜んでいたのです。お、合わせて。どうなってるの。あれを見て。シノが即興でストーリー作ってくれてる。金髪ファイター。だからみんなに合わせて。この学校に来てよかったって本当に思うわ。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんは本日よりこの萌木高校の生徒となります。3人揃ってまた同じクラスとはな。友情という絆を感じますね。もう2人とも死後しない。怒られた。最近思うことがある。あーやちゃん、一緒に C 組行きませんか？いいわよ。小さい頃からの幼馴染じゃなくても綺麗な金髪じゃなくても私も行くです。篠と私は友達。これからもずっと